とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここ行きたいと思います。なんかね、見たことないんだよな。ゲイルのガントレット。なんかね、アップデート情報のところに、ガントレットがどうとかって書いてあったんだけど、忘れたんですよね。なんだろう、新しい敵がいるとかかな、わかんない。まあまあ、とりあえず行ってみましょうか。なんだろうね。あれ、なんかスタート位置が違うね。スタート位置がね、全く違う気がする。え、あー、めちゃくちゃ来たぞ。え、なんだ、全く違うクエストなのかな。なんだろう、まあまあ、とにかく、え、試練に合格する、どういう意味だ。なんか試練に合格するってあるけど、何の試練。なんかボスみたいなのがいるのかい。それとも普通の雑魚敵しかいないのかい。で、それに合格したらなんかあるの、どうだろう。なんか特殊なね、アイテムとかもらえたらすごく嬉しいんだけど。わお。でもまあ敵自体は、まあ、いつも通りの強さだよ。もともとここ結構強いからね。結構強いから、きついんだけども。でもまあ、いけてるいけてる。え？特に何もない。チェストが10、シークレット5か。まあまあ、とりあえず、この道を記してある方にちゃんと進んでみようか。横道にそれずに、そのまんま進んでみましょう。おお、なんか門があったぞ。と、デュアルブレード。あ、違う、ダガーか。あれ、落ちちゃった。ああ、もうこれは、どこで開けるんだい、これ。開ける場所がわかんない。あ、これ横道にそれて、どっかで開けてこないとダメってことか。あ、そういうことね。ちょっと探してきます。あれ、いつの間にか開いてた。あ、やっぱ横道に添えて敵との強制戦闘を終わらせないと開かなかったのかな。多分そういうことだな。 OKOK、 まあまあ進みましょう。この試練っていうのがまだ分からずじまいなんだよね。何なんだ試練って。だいぶ進んできたよ。もうそろそろ終わりじゃない。なんか結構めんどくさい。もう。むちゃくちゃめんどくさいね。強制戦闘が、とにかく多い。あ、落ちくんな。なんかこういう小部屋に入ったら、もうすぐに強制戦闘が発生するので、めんどくさいね、ここ。ボスかなんかもいるの？お、なんか、広い部屋。あ、だけど、まだまだ先があるじゃん。嘘でしょ。こっからはなんか迷路みたいな感じだね。ここを渡れってことか。あ、いや、意外と簡単か？大したことないじゃん。全然大したことなかった。もっと難しいもんかと思いきや。いや、全然普通普通。あ、でもここ渡るときはちょっと厳しいかもな。あ！落ちちゃった。まあまあ。OKOK。さあ。次は落ちずにいけるよね。ああ、もうお前。うっとしな。さあ。この氷はダメージが上がってるから絶対食らいたくない。まだっすか。長いってここ。うわ。回転つきやめろ。さあ。おお、夜か。
これは多分だいぶゴールに近づいてきてるかも。あ、ミスった。何してんの。おーああよかった、鎧はある。多分もうゴールっぽいんだよね。これを動かすの。おお、あー、もうカバンビルドの悪いところ、それカバンの悪いところだよ。これ戻ってくるまで待たなきゃいけないのか。あー、来た来た来た。これが来てスイッチオン。あ、いやいや、もうしてるからいいんだ。じゃあ、わあわあ、もうこれここ集中攻撃受けるじゃん、こんな。え、どこに行かなきゃいけないの。あ、おお、閉まってるし。あ、なるほど、このスイッチか、これか。はいはい、これが反対側にもあるんだな。しゃ、危ない。あった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 。これを押しなさいよと。あー、もうジャンプしちゃうなー。オッケー、次来たやつに乗って進んでいきましょう。もうザコもねほぼいないし、うん、どうしてもちょっと羽を押しちゃうんだよな。羽を押しちゃダメ。はいはい、多分これでここも開いたし道はつながったんでしょ。え、何、何がいるの。あれ、ちょっとエボーカー、ああエボーカーがいるのか。こっちの奥か、こっち。ガントレットをクリアしよう。いや、エボーカーどこ。うん、なんか謎だったねあいつ。あ、これか、これがガントレットってこと。お、何、違う。お、まあまあまあいいや、とりあえず全部倒せってことね。じゃあ、はい、どんどん出てきて。おそらくボスみたいなのも最後ポンって出てくるんじゃない。おいしゃ、あ、忘れてた、この前入手した最高のねエレメントのカバン俺装備し忘れてる。ダメージが全然違うのよ、ダメージが。ああ、今251と250を装備してるんだけども、253のカバンはもうダンチよ、ダンチ。おお、イリュージョナーだけか。え、商品手に入れる。え、あ、こっちだよね。もうなんか戻れみたいになってたけど、そんなわけないもんね。おお、いっぱいお金がありますな。で、商品っていうのは何なの。ボスを倒した時のドロップアイテム。あ、違う、わお、わお、これはすごいぞ。まあまあ、すごいっちゃすごいんだけども、黄金じゃないともうほぼ使わないからね。で、クリアか。クリアです。で、クリア報酬は何なの。いや、普通のやつやね。なるほど、ガントレットっていうのは試練みたいな感じでクリアしていって最後に黒と赤の宝箱が一個ずつあるっていう、まあそんな感じだね。うん、まあまあいつもとは違うところだったんで結構楽しめました。まあガントレット出たらやってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。明日の放送では新ユニーク装備奈落の呼び声、これを使っていきます。奈落の呼び声は新スキル奈落の攻撃がついてます。さあ強いのでしょうか。ぜひ見に来てくださいね。